オランダの国王が謝罪、はい、奴隷制の人道的犯罪だったとい、いこれは、言っちゃゃいいかかんことじゃないですかいや僕はねこれ一つの帝国の崩壊が世界でやっぱ始まった、うん、まあこれはロシアも含めてなんですけど、はい、帝国というものがやっぱりこれから維持できない時代になってきたんじゃないかと最後まであ謝らなくていいのは日本になっちゃいますよこ、<laughs> これを言い出したら。 いやこれは僕はねちょっと個人的には結構ショックというか分かってましたけどね我々、5月の初めに5月の9日でしたっけチャールズ国王が就任式やりましたよねあの時に我々の番組やったんですけど同じ時期にあの時に話題にしたのがまさにこの話チャールズ新国王すでにその時にイギリスの過去の国王の王家がですね まあ、奴隷の取引にお金を出して儲、うん、けてたという、はい、投資をしてて、て、はいうん、そういうものがあるかもしれないよねっていうのはまあおそらく歴史的に資料がいっぱいあるっていうことに、うんまあ、気が付いて、うんえー、そのチャールズ新国王はその前からですけど、うん、ほら彼すごいリベラルじゃないですか。 ウォーク意識高い系ですからね。ウォークですじゃないですか、はい、ということです、えー、チャールズ国王と、これ、ウィレム、オランダ国王ですね、今回、あの話題になっているのは右側の、はいで、オランダの国王も、まあ、これ、基本あの、ねの、親戚というか、はいあの、かなり近い関係のところはありますので。す、はい、にウォークなんですか 彼もウォーやや、ねはい、こしいなこれ、本当に。で,で、えー、これです、共同通信のまあ記事によりますと、こういうことです、うんはい、オランダのウィレム・アレクサンダー大王は、えー、7月1日、えー、オランダの過去の奴隷制について謝罪をしたと、うんはい、奴隷制廃止から150周年を記念して、アムステルダムで開かれた式典で演説したと、うん、王室が発表しましたということですね、はい、国王は、えー、奴隷制や奴隷貿易は人道に対する犯罪だとして、はい、 皆さんの王として謝罪すると述べたと。はい、いや、結構はっきり言いましたね。当時の歴代国王が人道犯罪に直面しながら何ら行動しなかったことを許してほしいと訴えたということです。うん、で、オランダの奴隷制をめぐっては、同国はあの奴隷承認によって60万人以上のアフリカ人が主に植民地だった南米スリナムに運ばれたとされると。うんえー、ルッテ首相が昨年12月の演説で、えー、ひ,あのひ,ひどく、恥ず、えー、べきものだと。 所在していたということ醜くはずべきものだと謝罪をしていたということです欧州各国,で各国では近年ブラック・ライブズ・マター運動などを受け奴隷制や植民地主義などに対する元種や、えー、首脳らの謝罪が相次いでいたということなんですけどうんこれ、イギリスも来るかって話なんですよね。これをやり出すと、うん、逆に、うん、国王っていうのはその奴隷の逆じゃないかとか。 みんな平等とかそういう話になってるわけですだから王室とかが今、どんどんなくなっていく、世界の、ね、王室とかがなくなっていく流れになってしまったりとかすると、はいっはい、やっぱこれ、国民の一定数は利益、理解しないわけじゃないですか、ね、国王なんておかしい、ね、ね、平等じゃないといけないっていう人たちもいるわけですから、そういう中でね、うんあの、こういうことを国王があっさり認め始めると、 結構、先々まで考えてないと、これ、差し込まれるよと。差し込まれるいうところじゃないかな、ということで、僕なんかは、なんか、これ、ヨーロッパってリベラルなんでね、ヨーロッパのこの国王っていうかね、が、なくなったら、王室が。そしたら最後ね、日本と中東とアフリカだけじゃん、みたいな。 ん <laughs> ななじっちゃうんじゃういいかいや本当、それはね、うん、まあ貴族はある程度残るのかなっていうとこ、はい、いやただね、ねな、うんえー、なんだろうなやっぱ王様国王って、うん、やっぱりこのすごい資産でもあるんですよね、その国にとってアセットというか、まあまあ、外交的にすごい使えるっていうところもありますしやっぱ伝統があるっていう,そう話題にもなりますし、外交の武器にはなるっていうところもこれこれ歴然としてあるんですよ。はい、ただ 今これ、今回のオランダの話でもそうなんですけどまず,いのまずいというかイギリスにとって今ちょっとチャールズイギリス国王周辺にとって英王室にとってやっぱ厳しいのは、うん、ウィレムのオランダの国王いらっしゃいますけど、うんはい、この方が調査してたその奴隷の取引とイギリスのかなり取引の同じ部分歴史的に重なっているところがあるんですよね。 今回、ウィレム国王のほうがすでにその取材チームをに立ち上げていて、はい、その人たちにやっぱりこう確認してもらったらあやっぱりわれわれ国王関係してた、まあ、当然ちゃ当然なんですけど奴隷制に関わってたよねということを今回やってる。<わ> チャールズ国王の方は、うん、2026年ですね、うん、報告書を出せっていうことを、まあ、博士号を取って、はい、持っている女性の方に調べさせてて報告書をあと2年後、3年後に出せという,ふうに言ってるんですよ、ねはいで、多分おそらくそれを機にしてですね 2>,、うん、まあ2年後か3年後になるか知らないですけどその結果をもってやっぱ謝罪するという形にはくるんじゃないかと、はい、ウィリアムさんとやっぱり同じようなあの資料をやっぱ見てますんで、うん、謝罪するんじゃないですかね。 これね、これは悪い意味での歴史修正主義ですよかもしれませんね、いやちょっとこれ、アメリカでもあった、やっぱ、南北戦争、否定したりとか、あったことは事実としてね、いけばいいんですけど、これをやり始めると、例えば、やり始めるとどうなるかっていうあと大英博物館にある戦利品。 の数々 <laughs> あれどうするいを各国が返せと言い出したらどうするんだと例えばエチオピアのとんでもなく綺麗な王冠とかあるんですよあれ普通にあの大英博物館じゃないんですけどビ,ビクトリアなんとかって別の次の、うん、僕も行ったことある、はい、えビクトリアなんだっけなちょっと名前出てこないな、うん、ああのそこの,あの博物館にやっぱありますからね、うんあのー、エチオピアの,あの王様の。 この間の盗んできちゃったチャールズの国王のね、戴冠式、あの、ダイヤモンドとかがあって、あれなんかもう、完全な、あの、まあ、剥奪品じゃないです、イギリス人にしてみたら買いましたと。で、実際買ったらしいんですけど、圧力がある中で買ったの。 これね、僕、あの、実際この、さ、ささむ、さ、さなむ、んさ、さすなむサンゲラーさんの、エンパイアランドっていう本、前回、前々回、その5月の時紹介しましたけど、この中で、うまいことをやっぱり、その、解説してるのはですね、例えば、和田さんが、まあ、いじめをしてたとしましょうか、クラスの中で、いじめっ子ですよ。で、行ったときに、え紫さんみたいな、この弱小の人たちが来てですよ。で、あの、おい、紫、お前、いいもの持ってんだ。 俺にさそれ俺と物々交換してくんねえ、うん、みたいな形で格差がある中で物々交換、うん、みたいなのするじゃないですか。 でそうすると、それって確かにその現地のその時点ではお互いに同意してってことになるんですけど力関係が全然クラスの中でやっぱ違ったりするとっていう状況じゃないですかそれとちょっと似てるんじゃないかっていう解説をしてるんですよね要するにその当時イギリス側の方がやっぱ軍事力とかなんとかも圧倒的な現地の、うん、まあインドとか、うんえー、ネパールとかチベットとかそ,のそういうところあ,ありますよね。そ、うん、そこの人たちに対しておそれさ 俺これちっちゃいこの紅茶のこれ箱やるからその宝物全部くれねえとかっていうのをやっぱやってるわけでそれは果たしてあの公平に持ってこれたのかどうかっていうのは相当厳しいとこあるよねまあね実際、あのー、言えるんですよこっちはその時あれほら紫俺にいやもうくれますよって言ったから俺もらってきたんで、ね、それちょっと個人の話と国の話を 一緒にしちゃまずいと思うんだけど。基本的にううの国の話だ関係のとしても、うん、まあ昔のことはしょうがないよねっていうふうに言うし、<laughs> いや奥山さんどっちの話ですか。いやこれは奥山さんはイギリスは大博物館のものを全部返すべきだと。うんいや 実際でもね、うん、このエンパイランドでもやっぱり言,言われてる通り、実際その通りだと思うんですけど、返しようがないっていうところ実際あるんですよ。じゃあ誰に返すかというそう、誰に返すか。確かにね。で、本当にその誰かからもらったのかっていう、その所在がわからないから、うんうん、結局、博物館で持っておくしかないっていう。確かにあと、中国だって、中国から持ってったものはイギリスあるわけですよ。買ってったものか、なんかあるんですけど、それを、大博物館にあるんだけど、それを返すって、 って言ってもイギリスが守ったからこそあったわけでイギリスが守ってなかったらうう山賊たちが取ってなかったですね、はい、あそれ今、古希博物館に行った時も思ったんですけどありますね台湾の古希博物館で日本軍が中国大陸の中のお宝を、ね、安全に持っててまとめてたから日本が撤退するときに。 蒋介石軍が抑えて、あの博物館できたんで、あれ、日本軍がちゃんとまとめなかったら、あの軍閥時代に、もう全部ちりじりになって、あんな綺麗な形に残ってなかったイギリス側にもね、そういうとこあるんですよ、実際。うん、イギリス側が持ってたから、守られたっていうところもなきに日本軍はね、撤退するとき、あれ全部持って帰りよかったな。<laughs> さんがいきなり帝国主義になってる見に行くとね、<laughs> 非常にね、これ全部持って帰ったらよかったなって、<laughs> 非常に、台湾 <laughs> の人には申し訳ないんだけども、<laughs> あの全部見たときに。<laughs> うん 台湾のもの一個ものの個ねえじゃんと台湾の歴史と全然関係ねえじゃんと。もう中国大陸のものじゃん、全部と。でもほら、そ<う>一応台湾政府っていうのは、今、中華民国で、俺たちこそ中国の、の公式ですよ、俺たちこそ一応中国の正統な継承者だっていうふうに物語として、やっぱあるので、ナラティブとしてあるので、あれを持ってきてねあのご、ね、胡拒物館博物館でっていうのはやっぱありますから。 はい、彼らにとってのレジティマシーの源がそこにあるってことなんですね。もう日本が残してたら、本当文革でね、もうああ分割と、もう全部めちゃくちゃになったはずですよ。でイギリス守ってあげたんですよ日本が。だからイギリスもね同じようなこと言えるんですよね。これが明らかに持ってきたりとか不平等な形で持ってきてるんですけど、持ってきてキープしたがゆえに。 残ったっていうところが評価されるってとかあるかイギリスは、よかったんだよ。<laughs> <ー>いや、それでやっぱ、よかったんだと僕は思いますよ結論僕はね、どちらかというと、結論として、うん、あのどちらにも断罪できないなというか。 いいとか悪いことじゃなくて歴史的流れの中でいや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 だから僕は別にだからどっちも必ずいいとか悪いとかってのはあんまり言わない方がいいのかなっていう歴史だから結局しょうがねえじゃんっウォーク山さんウォーク山さん歴史的にいやでもね考えてみたらこの辺の歴史はやっぱりいろいろやばいことやってたっていうのはイギリス人はやっぱ知るべきだと思いますよ